ローグタウンを出してついにグランドラインに突入した麦わらの一味。やがて上陸した島に待ち受けていたのは秘密結社バロックワークスの賞金稼ぎたちだった。その戦いの中でバロックワークスに潜入していたアラバスタ王国の王女ビビを成り行きで保護したルフィたちは、内乱の危機にある祖国を救いたいというビビの思いと覚悟に心を動かされて、彼女をアラバスタ王国まで無事に送り届けることを決める。しかし先を急ぐ航海の途上でナミが高熱を発して倒れてしまう。ビビは航海の続行よりもナミを医者に見せることを優先すべきだと提案し、一味は冬島ドラム島に上陸する。かつて島を治めていたドラム王国は医療大国として知られていたが、海賊の襲撃に遭い国王のワポルが国外へ逃亡したために衰退しつつあった。この島の医者はワポルによって連れ去られ、ドラムロック山頂の城に住むドクター・クレハが島に残った唯一の医者だという。想像を超える過酷な雪山で様々な障害を越え山頂を目指すルフィたち。しかし体力は限界を迎えようとしていた。着いた。綺麗な城だ。医者、こいつは全身凍傷になりかけて、こんな格好で何のつもり。すぐに湯を沸かしてぶち込んどきな。こっちは出血がひどいんだ。あばら6本と背骨にひび。俺がオペしていい？一番やばいのはこの娘だね。死にかけてる。大丈夫だ。あの血まみれのガキもこの娘もちゃんと治してやるから安心しな。ダカッパだ、だよ。わかったよ、助ける。チョッパー、治療だ。頂上に到達したルフィはドクター・クレハとチョッパーに救われる。ナミとサンジの治療も間に合い、自らも手当てを受けた。回復したナミはドクター・クレハにチョッパーについて尋ねる。ドクター・クレハはチョッパーの悲しい過去を語り始めた。人々の実を食べたトナカイ、トニートニーチョッパー。彼はトナカイからも人からも拒まれる孤独な存在であった。傷ついた彼を唯一受け入れたヤブ医者ドクター・ヒルルク。彼はチョッパーを息子として扱うが、死病に侵されていた。国を癒すためヒルルクはある研究に余命を費やしていたが、医者狩りを掲げたワポルの罠により世を去ってしまう。チョッパーはヒルルクの意志を継ぐためドクター・クレハの下で医術を学んでいたが、その心は未だ傷ついたままであった。待てこらあ、待てよ。あいつ、さっき喋ってなかったか？ん？そういや、あいつ、日本足で立ってたような。バケモンだ！なんだありゃ！日本足で歩いて、トナカイで、モコモコで！チビで、でかくなって。
化け物で。いいやつだ。面白い。サンジ、あいつ仲間にしよう。こら待て化け物、俺たちの仲間になれ。あれ、この匂いはワッポル。野郎ども、俺の城を奪い返すぞ。この城はドクターの墓標にするんだ。あいつらは絶対に入れない。やっちまえトナカイ、俺たちも一緒に戦うぞ。国を見捨てた国王など認められるか。俺たちも戦うぞ。王様に逆らうカバどもがこんなにいるとは驚いたね。一体残らず死刑にしてやる。それが一国の王のやることなの。ルビーさん、みんなを守ってあげて。この守りが手薄になってる。あんまり城から離れないでくれ。俺たちも加勢するぞ。ああ、城を荒らされて怒ってるんだ。放っておくと村の人が危ない。よい、まず殴って落ち着かせないと。医者になるんだ。だってこの世に治せない病気はないんだから。ラパン、俺たちは城を守りたいだけで、お前らに危害を加える気はないんだ。バクバクシャー！ペルリシャー！
はり大砲は生に限るぜ。食べた大砲が体の一部に？気をつけてルフィさん。ダメか、アポロの砲撃を止めてくれ。三刀流カナゴモノ殺特大ボンドフォアササギの分際で王に逆らおってんじゃねえだろうな。俺様の砲撃を食らいやがれ。カパンはワポルたちと戦う気だ。誰かカパンを助けてやってくれ。教えてくれるのか？来るところじゃないよ。墓？あのカバイシャの墓だと？まあ！笑わせるな！ドクターはこの国を救いたかったんだ。だから、俺
俺はお前たちを城へは入れない。ドクターの信念、ドクロの旗は絶対に下ろさせないぞ。まあ、いよいよもって殺してえやつ大集合ってわけだな。ドクターはお前だって救おうとしたんだぞ。この国から出て行けよ。雪国名物雪結晶。何が欲しいな。雪に隠れて別の場所に逃げたな。逃げ場をなくして追い詰めてやろう。バクバクチャーク。いでよ王国の戦士たち、貴様の城を取り戻してこい。おいおい、カバどもを調子づかせるんじゃねえよ。まだまだ行くぜ、バクバクショック。シシよし、ヤツが逃げ込みそうな場所を落としてくるぜ。三刀流王子の三世界大丈夫。なんだ、どこも落とされたってのか。何をやってんだ、カズナモ。一つ満足に守れねえのか。また逃げたみたい。逃げ場をなくして追い詰めましょう。つながり一丁。何をやってんだ、カスども。今度は一つ満足に守れねえのか。今度まとめて食いつぶしてやる。三刀流王子の三世界。この感覚を待つ。王様の思い通りにならんやつは死ねえ。これがこの国のすべてだ。この城は俺の城だ。よりによってあんなヘボ医者の旗なんぞ掲げるんじゃねえや。城が腐っちまうぜ。何してんだ、ドクターのドクロマークに。おい、邪魔口。麦わら、お前はこの旗の意味を知らねえんだ。まあ、そんな海賊どものアホな飾りに意味なんぞあるか。何度でも追ってやるぞ、そんなカバ旗なぞ。よけろ、危ない。お前なんかに追えるもんか。ドクロのマークは
信念の象徴なんだぞ。吹き飛べカバメ。ほらな、俺ね、これが一体どこの誰の海賊旗かは知らねえけどな、これは命を誓う旗だから冗談で立ってるわけじゃねえんだぞ。お前なんかがヘラヘラ笑ってへし折っていい旗じゃないんだぞ。国の誰からも好かれねえ一人ぼっちの怪物に何ができるってんだ。仲間なんていなくたって俺は戦えるんだ。ブッカンの旗がある限り俺は仲間ならいるさ。俺が仲間だ。
無理だよ。無理じゃねえさ、楽しいのに。俺はお前たちに感謝してるんだ。チョッパー、だって俺はトナカイだ。角だってひづめだってあるし、青鼻だし、そりゃ海賊にはなりたいけどさ、俺は人間の仲間ではないんだぞ。化け物だし、俺なんかお前らの仲間にはなれねえよ。だからお礼を言いに来たんだ。誘ってくれてありがとう。俺はここに残るけど、いつかまたさ、気が向いたらここへ。うるせえ、行こう。ドクトリーヌ、俺海賊になるんだ。あいつらと一緒に行くよ。海に出るんだよ。戦意としてあいつらの仲間になって世界を旅するんだ。バカ言うんじゃないよ。海賊なんてろくなもんじゃない。あっという間に屍になるのがオチさね。それでもいいんだ。生意気言うんじゃないよ。たかだかトラカイが海へ出るなんて話聞いたことないね。そうだよ、トナカイだ。でも男だ。お前みたいな泣き虫が男だって、勝手な真似は許さないよ。お前なんかが海へ出て一体何ができるって言うんだい。あのヤブ医者のように幻想に生きるのかい。違う、幻想じゃないよ。ドクターの研究は完成してたんだ。あ、みんなソリに乗って山を降りるぞ。待ちな。なに。用意はいいかい、若造ども。うちら、you
海賊無双3。